BM-21 グラートは、ソビエト連邦が1960年代初頭に開発した 122mm 自走多連装ロケット砲であり、当時のソビエト連邦軍及び現在のロシア軍が使用しているほか、友好国への輸出も行われている。愛称のグラートはロシア語で、あられ、表を意味する。また形式名の BM は、戦闘車両を意味するロシア語の頭文字である。 クラオインデックスは60発の補給用弾薬を輸送できる補給トラック QT254 も含んだ発射システム全体で QK51 であり発射機単体は2バイト5である当初この兵器の存在を知った北大西洋条約機構は M1964 という NATO コードネームを付与した BM-21 は世界で最も広く使用されている 多連装ロケットランチャーであり、いくつかの国では、ロケット弾は共通であるが、台座のトラックや発射機の形状を変更したり、するなどしたコピー品や類似品が製造されている。ソビエト連邦軍は、140mm ロケット砲 BM、BM-14 を更新するために、BM-21 の開発を開始し、1963年に配備された。BM-21 は、 ウラル -375D6 輪式トラックの2台部分に全長の長い40本の 122mm ロケット弾発射機チューブをまとめた多連装ロケットランチャーである。1976年以降の生産型は BM-21 の台座となるトラックを新型のウラル -4320 に更新したタイプに置き換えられた。BM-21 は 停車してから3分で発射準備が整うように設計されている。40発のロケット弾を全て発射するまでには20秒しかからない。再装填の完了にはおよそ10分が必要で、最初の奇襲的攻撃力は非常に大きいが、継続発射速度は低いと評価されている。ロケット弾の弾道安定には翼安定方式を採用している。しかし、チューブ内には ガイドレールが設置されており、これによって発射後、弾体が90度回転後に先転しながら飛翔するようになっており、スピン安定式であるとも言える。弾頭は、基本的に、対人、対飛走行車両用の破砕性弾頭であるが、中には、対効果目標用のヒート弾や対戦車、地雷散布弾頭、対戦車用の小爆弾散布弾頭も用意されている。BM-21 は、 一個大替につき18両が配備されており、大替の BM-21 がロケット弾を1、正射すれば、目標地域に720発のロケット弾が降り注ぐ。BM-21 グラート基本型で、ウラル -375D トラックの車台に搭載。 ウラル -4320 ベースの BM-21 の 1BM-21 から1ウラル -4320 トラックの車台に搭載。ベース車両の変更によりエンジンがディーゼルエンジンとなり燃費が改善。2バイト17もしくは BM-21 から12003年に初めて提案されたモートビリーカプランツによって開発された更新型システムは 衛星広報装置ナップ SNS 自動火器完成装置 AS の APP に連結され、射程 40km の新世代ロケットを発射する。ウラル -4320 トラックの車台に搭載、カマーズ -5350 ベースの2バイト262バイト26ベース車両をカマーズ製のカマーズ -5350 に変更した。 グラオーコードは同じく 9K51、ジル -131 ベースの BM-21BBM-21B グラート1軽量な36連装発射機を6輪式のジル -131 トラックに搭載したタイプ。ロケット、輸送車 QT450 及び再装点トラック9三380の支援設備全体で、9K55 とも故障される。 BM-21B は射程 15km の短距離型ロケットのみを運用できる。ソ連での開発コードは QP-138。ロケット弾発射時の安定性を保つために車両後部にジャッキを装備する。ギャス -66 ベースの BM-21、v b m 2 1トグラート、V 空底部隊向けの派生型で、1969年に開発された。 12連装発射機を4輪式ギアスマイナス 66B トラックに搭載。車両は空中投下可能。空輸中は車両のホロや窓枠などを取り外す。あるいは折りたたむことで容積を縮小できる。ロケット弾発射時の安定性を保つために車両後部にジャッキを装備する。ソ連での開発コードは QP125、Q51 プリマウラルマイナス4320。43 トラックの5トン車足に50連装発射機を搭載したタイプ。射撃管制装置と弾薬運搬車 TZMQT232M 及び新型ロケット QM53 回全体で9 k 5 9とも故障される少数が生産された2011年リビア内戦において半肩非勢力が用いた手製の自走式多連装ロケットランチャー。 ピックアップトラックの2台に4連装の 122mm ロケットチューブを搭載している QK132 グラート P 個人で携帯が可能な単装型。ランチャーはロケット弾を再装填して再利用可能。このシステムはベトナム戦争においてアメリカと戦っていたベトナム人民軍に向けて1960年代半ばに開発された。 ソ連ロシア軍では使用されないが、世界中のゲリラ組織や民兵、軍閥が使用しており、時には右の写真のような手製の自走式、多連装ロケットランチャーを製造することがある。テクニカルも合わせて参照のこと。BM-21PD 構成は BM、BM-21 基本型と変わらないが、ソ連海軍が敵の上陸作戦を水際で阻止するために装備。 弾薬運搬車を含めたシステム全体で DP-62 段馬と呼称される A-215 グラート M 海軍向けの派生型40連装発射機レーザー速距離射撃管制装置 122mm ロケット弾で構成されるシステム全体の名称1978年正式上陸支援用兵器としてプロジェクト1171揚陸艦と イワンロゴ普及用陸艦に装備された、QA53G タルナード2012年深み機、BM-21 グラートを近代化した QA53G タルナード36両を生産する計画がなされた。ナビゲーションシステムや、下機関性自動化システムを搭載し、乗員2から3人で操作可能となっている。また、乗員を減らしながらも、短時間で、 発射可能になるなどの多くの改善が行われている。81式中国製の派生型で、1979年の中越戦争の際に、ベトナム人民軍から露革した BM-21 を元に設計され、1982年から中国人民解放軍への配備が始まった。土台のトラックが中国製であることを除けばほとんどオリジナルと変わらないが、運転席に、 応援シールドが存在する。BM-11 北朝鮮製の派生型。30連装発射機を日本製のイスズ TW6X6 トラックに搭載している。レバノンに輸出されているほか、イランやパキスタンでの独自生産型の参考となっている。MRL122mmM1977 ソ連のウラルマ。MRL122mmM1985。 40連装発射機を、イスズ TW6X6 トラックに搭載している。発射機と運転台の間のスペースに、予備ロケット弾40発を搭載できるラックを装備。アーラシュ、イラン製の派生型、レバノンのヒズボラに供与され、イスラエルへの攻撃に使用されている。ヒズボラの保有兵器を合わせて、参照のこと、射程2 0 5トルのロケット弾のほか 射程 75km のロケット弾も運用できる HM20BM-21 のイラン型でメルセデスベンツ 26246X6 トラックに20発ずつに分割された40連装発射機を搭載後期型は慢性 6X6 トラックとなっている HM23 軽量な16連装発射機を搭載したバージョン HMXX 北朝鮮の BM-11 の30連装発射機をメルセデスベンツ LA911B4X4 油圧クレームを装備した車両もある k r l 1 2 2パキスタンのカフタリサーチラボラトリーズで開発された派生型で発射機は北朝鮮の BM-11 に類似した30連装である初期型は 日本製のイスズ 6X6 トラックをベースに使用していたが、後にアメリカレオ製の M352.5 トントラックをベースに使用するようになった。ソッカー -180 エジプト製の派生型。外見上はほとんどオリジナルと変わらない。チェコスロバキア製の RM-70RM-701972 年に当時のチェコスロバキアが 自国軍隊のために開発した派生型で40連装発射機を国産の八輪式タトラ813トラックに搭載している。RM-70 はキャビンに装甲が施されている。RM-70、85度台のトラックを非装甲のタトラ815に換装したモデルで RM-85 とも表記される。基本的な形状や カタログスペックは RM-70 とほとんど変わらない。RM-70 及び RM-70、85は東ドイツ、ポーランド、フィンランド、ギリシャ、グルジア、ミャンマー、インドネシア、スリランカ、エクアドル、ウルグアイ、ベネズエラ、アンゴラ、ルワンダ、ウガンダ、ジンバブエに輸出されたポーランド製の WR-40。40 ラングスタ WR-40 ラングスタ WR-40 ラングスタポーランド製の派生型ポーランド国産の6輪式ジェルックス P662D35 トラックに40連装発射機と新型射撃管制装置を搭載したモデルポーランドは原油の BM-21 をすべて WR-40 に更新する予定でありさらには 最大射程を 42km に延伸した新型ロケット弾を装備する予定。エイプは -21 ルーマニア製の派生型。21連装発射機をルーマニア製の四輪式ブチェジ SR-114 トラックに搭載したが、まもなく後継のエイプは4にとって変わられた。ルーマニア製のエイプは -40 エイプは -40 前述のエイプは -21 の後継であり。 40連装発射機を6輪式 DAC-665T トラックに搭載。このシステムは、ボツワナ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カメルーン、クロアチア、イラン、イラク、リベリア、ナイジェリアに輸出された BM。BM-21A ベルグラート、-21425 馬力の ディーゼルエンジン TMZ-8424 を搭載する 6X6 大型トラックであります -631705 種車に開発された。増設されたラックに追加のロケット弾40発を搭載できる。1997年に完成され、その後正式採用された BM。BM-21 フラード U-21 ウクライナのアベタクロスで開発された。 BM-21 の後継型。兵器の純国産化を進めるウクライナにおいて、国産 6X6O 型トラックのクラス -6322 を種車に製造された。ガソリンエンジンのウラル -375D に、対し、クラス -6322 は、ディーゼルエンジンを使用している。クラス -6322 から121、フラードとも呼ばれる。一部の車両は、 車体を延長して40発のロケット弾を追加搭載できるようになった。種ネ社にクラス -260 を使用した仕様もあり、共にウクライナ陸軍に配備されている。クラドラー、イスラエルミリタリーインダストリーズが開発した BM-21 や他1 2 2トルロケット砲をアップグレードさせるパッケージ、同社の開発したナス -160 の技術を 流用して開発された BM。BM-21 用の 122mm ロケット弾。BM-21 用の 122mm ロケット弾には、各種の弾頭、射程のロケット弾が用意されており、目標の種類や距離、作戦内容などで使い分ける。ここでは、主なタイプのロケット弾を紹介する。QM-22U、破砕性弾頭製造国、ソ連ロシア重量。 66.6kg 全長 2.87m 弾頭重量 18.4kg 最小射程 5000m 最大射程 2380mQM28 回破砕性弾頭製造国ソ連ロシア重量 56.5kg 全長 2.27m 弾頭重量 21.0kg 最小射程 1500m 最大射程 一万五千メートル、15, m, q m 二十八 k 対戦車地雷散布弾頭製造国、ソ連ロシア重量、五十七点七キログラム全長、三点零四メートル弾頭重量、二十二点八キログラム、最小射程、最大射程、一万三千四百メートル q m 四十三円幕弾頭製造国、ソ連ロシア重量、 六十六キログラム全長二点九五メートル弾頭重量二十点二キログラム最小射程最大射程二万メートル九 M 二百十七対戦車種爆弾散布弾頭製造国ソ連ロシア重量七十キログラム全長三点零四メートル弾頭重量二十五キログラム最小射程最大射程三万メートル九 M 二百十八 成形作薬師団製造国。ソ連ロシア重量。70kg 全長、3.04m 弾頭重量。25kg。最小射程。最大射程。3万 m q m 5 1 9ジャミング弾製造国。ソ連ロシア重量。66kg 全長、3.04m 弾頭重量。18.4kg。最小射程。最大射程。 18500メートル QM521、破砕性弾頭製造国、ソ連ロシア重量、66kg 全長、2.87メートル弾頭重量、21.0kg、最小射程、最大射程、4万メートル QM522、破砕性弾頭製造国、ソ連ロシア重量、70kg 全長、3.04メートル弾頭重量、 25.0kg 最小射程、最大射程、37,500mprc-60 水中爆発弾頭製造国、ソ連ロシア重量、75.3kg 全長、2.75m 弾頭重量、20.0kg 最小射程、300m 最大射程、5,000m タイプ90 A、90A 破砕性弾頭製造国、中国重量、 全長、2.75メートル弾頭重量、18.3キログラム、最小射程、12,700メートル最大射程、32,700メートル M21 オブ FP、破砕性弾頭製造国、ルーマニア重量、65.4キログラム全長、2.87メートル弾頭重量、6.35キログラム、最小射程、5,000から6,000メートル最大射程、 2400メートル M21 オブ S、破砕性弾頭製造国、ルーマニア重量、46.6キログラム全長、1.927メートル弾頭重量、6.35キログラム、最小射程、1000メートル最大射程、12,700メートル、この他にも、焼夷弾や化学兵器弾頭、照明弾、対人地雷散布弾などの各種弾頭を搭載した、ロケット弾を装備可能。 コンバットビブル2第5章、野戦シミュレーションに登場。反乱軍所属の BM-21 部隊が、アメリカ陸軍部隊に、ロケット弾の雨を、お見舞いする。戦火は、BGM-71 と対戦車、ミサイルランチャー2機破壊と戦勝者15名。アルマにプレイヤーが直接操作できるほか、砲撃モジュールを使用して、任意の地点に、火力支援を要請可能。 デジタルコンバットシミュレータープレイヤーが操作することのできない AI 専用地上ユニットとして登場。プレイヤーもしくは AI が操縦する航空機からの攻撃目標となる簡易的な FPS 化を行う有料アドオンモジュール DCS コンバインドアームスを導入するとプレイヤーが BM-21 を操縦しロケット弾を発射して戦闘を行うことも可能となる。 外貨の合法やランドフォース日本を占拠した、ロシア軍の車両として登場。プレイヤーも購入して使用できる。コールオブデューティシリーズ、COD4 ロシア超国家主義派が所有。キャンペーン序盤と後半に登場する。COD、某なじか、アメリカ空軍ビール空軍基地内に駐車してある。大戦略ウェーブ RS 国のメガ射程陸兵器として登場。大戦略シリーズ、 ソ連ロドシア系生産タイプで使用できる。バージョンによっては、命中地点周辺のヘックスに幅広く、被害を与える形で性能の再現がされている。バトルフィールドシリーズ、BFV 北ベトナム軍、ベトコンの自走砲として登場する。BF3、BM-23 という名称で登場。通常のロケット弾のほか、対空ミサイルや対戦車ミサイルも発射可能。 レッドクルシブルに、ありがとうございます。